の向こうももう一人じゃないから、太陽が俺たち呼んでる気がして、愛を抱きしめた風を追い越した。皆さんこんにちは、ロックシンガーソングライター、そして音楽プロデューサーのよしけんです。今日はちょっといつもと違ってラフな感じでね、やりたいなと思ってるんですけど、最初にねまず一つみんなに残念なお知らせがあります。6月10日に新宿レニーで行う予定だったよしけんの日 I'm Street Legend 2ワンマン公演を延期することにしました。延期の主な理由は、まず政府による緊急事態宣言が5月の末までに延びました。これによってね、予定してたリハーサルとかレコーディングとか全部動けなくなっちゃったんですね。で、新宿レニーっていうのは、去年ね、デビュー25周年、よしけん20年で、ライブを行った会場なんだけど、キャッパがね、800人ぐらいで、去年も映像とか照明とかすごく凝ったコンサートやれたので、今年もねもう毎年こういうことやろうよってことで、今年も行う予定だったんだけども、音響スタッフも映像のスタッフ、それから照明のスタッフね、俺たちたくさん集まってリハーサルやるんです。みんなが見てないところで1週間とかねやるんですけども、それだけの人数、そのスタッフ、それだけのことをやるスタッフってね、全部合わせると 4,50 人になっちゃうんだけど、やっぱりこの中でそういう人たちを集めてそのリハーサルをやることができなかったっていうのがね、一つ、大きな理由です。そして、もう一つはね、まあもうすでに緊急事態宣言が解除になっていく県も都道府県もあります。で、東京や大阪も、いずれは5月の末には明けていくのではないかっていうふうな感じだけれども、ライブハウスやライブ会場、コンサート会場での、ライブっていうのはやっぱり最後までね、開始されるのが遅れるのではないかと、言われてます。そして、それにですね、一番はですね、みんなに、まあ不安な気持ちでライブに来てほしくないっていうのが俺の中であった、で、俺はこの自粛期間中も政府に何か言われてるから自粛をしてるっていうふうには自分では思ってなくて、アーティスト、俺以外のアーティストもみんなそうだと思うんだけど、今コンサート活動とか止めてるのは、なんか政府に言われて止めてるんじゃなくて、きっとみんなね、ファンを守りたいんだと思うんだよね。ファンの愛すべき、みんなの、まあ、健康とかね、あとなんか自分だけじゃないじゃん。なんかこういうの感染してしまえばみんなの大切な人を傷つけてしまうかもしれないわけなんだけど、そういうことから、守りたいっていう気持ちが強くてみんなストップしてると思うんだけども、まあ6月の10日だからギリギリだったかもしれないけど、俺の中で、やっぱりもうちょっとみんなが安心して見に来れるようになってからやりたいなという思いが強かったです。なので本当ごめんね、延期、することになったんですが、延期する順延日は2021年1月27日水曜日、来年の1月27日です。その頃ね、コロナウイルスが消えてなくなってるかどうかっていうのは多分なくなってないと思います。これはまだ2年3年かかるとも言われてます。だけどまあ俺たち人間はね、薬ができたりとかワクチンができたりとか、その他いろんな知恵を絞ってこのコロナウイルスとね戦いながらやっていくと思うんだよね。だから、1月27日の頃には、今よりももっとコントロールできて笑顔でみんなに会えると信じてます。そしてね、まあこういう状況の中で、やっとこれから経済も少し、再開されたりすると思うんだけど、言うてもね、もう世界中みんな大変じゃん。みんなもいろいろ不安もあると思います。まして俺たちミュージシャンとかアーティストっていうのもね、もう本当
ライブもね、まだできない日が続いているし、なかなか作品をリリースするって言ってもいろいろ大変だったりして、まあ俺たちも大変なんですけど、でもこういう時ね、俺強いよ。ヨシケンっていうのは逆境になれば燃えに燃えるような、そんな、自分だと思ってます。思えばね、ヨシケンになったのは今から20年前です。メジャーのレコード会社からと契約が切れて、でもやっぱ音楽やりたいなってことで、路上ライブを始めたんだけど、あの時も別に道で歌いたかったわけじゃないんだよね。なんか未来をこじ開けたかった。その後17年前か会社を起こして、レベルを始めたのも別に社長になりたかったわけじゃないんだよ。自分の音楽を自分の思うままに届けたいっていう気持ちがものすごく強かったから、そこをこう超えてきたんだと思います。だから今回のコロナでいろいろといろんな世界が変わる、社会が変わる、いろんなことが変わるって言われても、俺は俺でその中でめちゃめちゃにまた輝いてやろうと思ってます。みんなをすげえ未来に連れて行こうと思ってるので、ついてきてほしいと思います。今日はね、ちょっとこんな形のお知らせになっちゃいましたが、ライブを楽しみにしてくれてた人もいると思います。今日はね、去年の新宿レニーの映像をみんなで見てもらって、お別れにしたいと思います。じゃあまたね。空を乾いたひまわり、こき続けて死んだ恋に、僕だった、だから憎んだ空白が残った。違う、僕に似た風に
勝負。